この時間は横浜 FC 対浦和レッズ、こちらの一戦をお届けいたします。このスタジアムで今日はどんな試合が見られるのか楽しみです。コンディションですが現在は曇っているんですが、先ほどまでは雨がぱらついていました。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。この素晴らしいスタジアムは徐々に熱気を増してきています。このゲームは3-6-1のシステムで今日来ているようなんですが、北澤さん。そうですね、攻撃的な選手が枚数が多くなって、前線からプレッシャーをかけて高い位置でボールを奪ってから攻撃していくという、はい、少し攻撃的な、ちょっと全体が少し前に上がったような狙いが取れますよね、はい、でこの3-6-1の布陣でのこのワントップ求められることは何でしょうか。まあ、一番よくないのは孤立することですよね、やはりワントップにボールが入った時に収まる、それにサポートいけるっていうバランスを取れてないとこのワントップは機能しなくなりますからね、はい、シャドウの役割をする選手たち、はい、これ当然期待されてるってことですか。そうですね、ワントップに対して関わりやすくなってますし、距離感がちゃんと保っててると機能してくるのかなと思いますけどね、はい、まずファーストハーフ見ていきましょう。横浜 FC 対浦和レッズ、この序盤ゲームの入り方としては相手よりも先に主導権を握りたいですよ ね、 そうですね、自分たちのフットボールをする、そのためにはまずファーストシュートを狙っていくことですよね、はい、まず立ち上がりを迎えます。サイドを走る近藤、カプラーリ、ここで前を向けるか、ここで受けて中に合わせてくるか、ここで受けて、さあどうする、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。さあカウンタースピードを上げたいところ、 B サイド上がっていく浦和は、先ほどから前線の選手がサイドに開いているように感じるんですが、いかがでしょうか。そうですね、サイドを起点に攻められますからね、はい、そこに意識をさせておいて空いた中央から攻めることもできますよね、うん、オプションがそこにあるってことですね。そうですね、サイドを使います。 B サイド上がっていく坂井、チャンスを演出できるか、もうこれいいでしょ、いけるか、いいプレッシャー、カウンターを仕掛けます、裏へ出るか、抜けた、いいでしょ、小川、さあ来たか、これはどうだ、ミドル、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。ここで受けて、もうこれいいでしょ、浦和完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、十分相手を引きつけたことによってセンター不利になりましたよね。大きく前線へプレスからボールがこぼれる、お、いい形ですよ、あっと危ない、裏へ届くか、上げる、タイミング合いませんでしたね。いやもうギリギリのクリアって感じですよね。ここはいいプレスで奪います。さあカウンタースピードを上げたいところ、組み立て直します、縦へ送る、スルーパスを出す、いいボールだ、抜けてくる、さあ来たか、お、いい形ですよ、仕掛けるか、これはどうだ、シュート、うおー、素晴らしいプレーでしたよね。今のゴールいかがだったでしょうか。いや、しっかりタイミング合わせて見事なボレーだったと思いますよ。いやー、ドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。いや、パスを受けるタイミングが絶妙でしたよね。しっかり出してとイメージが共有できていないとこういうもらい方はできないですからね。相手ディフェンダーも一歩対応遅れてましたね。こういうコンマ何秒の判断の差で成り立っているのがフットボールですからね。そう考えると見事なゴールですよね。さあ浦和先制1対0です。もう1点取ることによって試合の進め方、こうメンタリティの部分大きく違いますからね、はい、
ボールを下げてリズムを作るか。プレスからボールがこぼれる。長いボールを送ります。もうこれいいですよ。小川へのボール来たか。小川、いやいい位置で奪ってのシュートでした。しかし相手のディフェンスは緩慢なプレーになってしまいました。相手のパスミスからでしたからね。このチャンスをものにしておきたかったんじゃないでしょうかね。これいいでしょ。これはどうだ。シュート、スイド。いや今のは北澤さん、ファインセーブでしたね。いやよく止めましたね。ファインプレーですよね。このピンチよく防ぎました。コーナーキックのチャンスになります。柔らかいボール、このクリアボール次へつなげたい。さあどうする。縦へ送る。もうこれいいでしょ。大きに渡る。いけるか。サード来た。大きい、止めた。ここで笛か。素晴らしいシュートで前半を終えます。45分間戦って1対0。さあ前半が終わりました。横浜 FC としては攻守のバランスを取りながら試合を進めてたんですけど、中盤で一瞬の隙を突かれましたね。ただまだ1点差ですから、それほど慌てることはないと思いますけどね。横浜 FC 対浦和レッズ、それでは引き続きゲームをお楽しみください。後半です。横浜 FC としてはまだ時間がありますからね、はい、じっくりと試合を進めていくというのも一つの手だと思いますけどもね。大きく縦へのアーチ、ここで受けて、さあどうする。スルーパスを狙う。これいいでしょ。チャンスになる。いいプレッシャー。カット、こぼれてる。どうだ、シュート。クリア。このピンチをなんとか出します。ここで大事なのは失点しないことですね。後半ですから離されると状況的に一気に厳しくなりますからね。酒井、ドルーズボール。酒井、非常に攻撃に参加することが多い選手です。いい形ですよ。これはどうだ。いけるか。さすがだ。いや、一連の流れ、スルーパスを受けてからのシュートでした。いや今ね、長いパスが通ってチャンスかなと思ったんですけどもね。関根、パスでつないで攻め込んでいきます。このスルーパスは通りません。チャレンジはしません。後ろに流す。浦和としては先ほどから守備の際、ディフェンダー一人一人が相手がボールを受ける前の構え方について相手と自分を一定の距離に保ってますよね。そうですね、確かにそんな気はしていたんですけれども、普通はどんどん寄せていきますよね。横浜はメンバーチェンジがあるようです。さあ横浜 FC、 2人の選手を入れ替えます。ここで受けて、コーロキ、ここは競り勝ちます。さあ一気にカウンター、右サイド上がっていく、自分で行く、右サイド上がっていきます。さあ来たか、中央へ、どうだ。合わせたかったですよね。これはちょっときついパスになりました。浦和がメンバーチェンジをします。キーパーから前線へ、プレスからボールがこぼれる。ここは対応します。酒井、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。横浜 FC としては当然ね、追いつきたいところなんですけどもね、あまり雑なプレーをすると逆にやられる危険性もありますからね。コーナーキックです。さあどうする。上げてくる、どうだ。トス触る。さあどこに出してくる。プレスからボールがこぼれる。うわ、取らないですね。これ1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですけどね。大きくサイドチェンジです。いい展開ですね。さあつながるか。横浜 FC ボール、
ここで受けて長いボール縦へ、いい形ですよ小川。さあ左へ預けてスペースを狙う、もうこれいいでしょ、いやここはいいプレスで奪います、もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね、前線からプレッシャーかけたいところですよね、これはどうだ、もういい形ですよ、裏へ飛び出すいけるか、シュート、いやわずかに右へそれました。浦和が決定的なチャンスを迎えたシーンでした。いい状態でシュート打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。絶好のチャンス、ものにできません。さあ、ともに選手交代があるようです。キーパーから前線へ、ふわっと裏を狙う坂井、ここはカットします、ここはルーズボール、さあ来たか、長谷川、これ仕掛けるか、もうこれいいでしょ、これはどうだ、打つか、ミドル、いやこのタイミングで長い笛、最後は同点弾ならず、1対0、横浜 FC 1対0で敗れました。追いつけませんでした。前半のゴールがそのまま決勝点。北澤さん、本日の対戦何かコメントございますか。横浜 FC としては後半に入って落ち着きを取り戻してはいたんですけども、結局追いつけずに終わってしまいましたね。彼らにとっては重い点に感じたんでしょうね。そうですね。さあ、そろそろお別れの時が来ました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。It's good.